롤링 뉴스가 더 산조. 선생님 より 第 1 試合 5分 1本 勝負 を 行います。 YouTube ライブ配信オールナイトうどんにて一人だけ一人だけ電話しようや。あ、美濃さんもおちゃんの方起きて聞いてくださってるわ。ありがとうございます。二人のためにちょっとほんなら一人だけな、一人だけ電話しよう。あの家族が酔いつぶれたやつにちょっと電話しようや。叱ろうや。じゃあちょっと家族が酔いつぶれたやつね。寝よったりしない。な、結局寝とったんかい言うてな。時刻は深夜2時過ぎ。寝ぼけていた俺はライブ配信だとは気づかず、そのまま電話に出た。1分経過。まだ電話しなすぎたら19人増えた。もしもし。もしもし。寝てた？うん。寝てた？お名前は？あなたのお名前は？お名前。川村和樹。うっかり本名で答えてしまった。今日は何飲んだの？よいしょ、ちょっと、ね、今日はまあ、ウォッカとかウイスキーとか、その辺で。家族でお酒飲むの？家族で飲んだの？まあ、ぼちぼち。おしっこしてんの？やめろや、俺滑ってるみたいやろが。リ
たらいいってか滑ってるのよ。あんたの小便と同じでキレが悪いのよ、見苦しい。小便のキレが悪いとまで言われちゃったんだけど、これに対してマリンライダーが反論してくれています。残り1分。くそ、なんてことだ。翔ちゃんを援護したくても言い返す言葉が一文字も浮かばねえ。味方ですら、味方のマリンライダーですらこの反応。あの日を境に俺はみんなから宝行さん、小便小僧、わいせつ行為、変態、宝行野郎 A チーム、残り30秒。嫌だ、嫌すぎる。このままじゃ俺はただのお下劣キャラじゃないか。どうすればいいんだ。気づいた、俺はレスラーじゃないか。うどんプロレスのレスラーじゃないか。あの金玉のバケモンに勝ってみんなの俺に対するイメージをアップさせればいい。それだけのことじゃない。おい、金玉のバケモン。時間切れ、引き分け。